三河の大地域の地図南海三河の大は大阪府河内長野市にあるニュータウンである。地名としては住居表示に基づき三河の大が用いられる。駅前付近の三河の大の看板南海電気鉄道によって計画されたニュータウンであり南海高野線三河の大駅を主に最寄り駅とする。開発面積は148.9ヘクタールで河内長野市内のニュータウンでは一番広い。 計画個数3000世帯、計画人口1万2000人が居住する。キャッチコピーは山の手の町、生涯の屋敷。三河の台は丘の上という立地にあり、その周辺を山々に囲まれているため、自然豊かな環境にある。また、一方は大阪府内の最高峰混合山を、もう一方は大阪市内のビル街を一望できるほか、8月1日には、 PL 花火を見ることができるなど、周囲の景観は非常に良い。三かの台内は建築協定等によって商業施設の開業が制限されているが、7丁目の一部は商業地域と設定されていて、各種商店が並んでいる。また、宮尾坂と呼ばれる高級住宅街が存在する。全体的に歩道や遊歩道が多く整備されており、 歩行者にとって安全な通行が確保されている。造成中のミカの第住居表示は、ミカの第一丁目から七丁目まである。用途地域は市街化区域、第一指定層住居専用地域、第一種高度地区の地域があり、地目は宅地である。大多数の地域が、憲兵率は40%、容石率80%となっている。また、 ゆとりある空間を維持するため建築協定が制定されている。駅前には、ミカの大南海アーバンコンフォート、ミカの大南海アーバンコンフォート2番館が、住宅街には、ミカの大敷が丘、ミカの大南海アーバンパレスといったマンションがある。団地内を通り抜けすることができないような道路網の整備がなされており、通勤、帰宅ラッシュを除いて、交通量が大幅に抑えられているため、 市内でも特に完静な住宅街としての地位を得ている。ただし、ベッドタウンという特性上、平日昼間人口は少なく、建築協定の規制も、相まって、7丁目以外の商店が少ないなどの課題も、抱える。河内長野市立三科の台小学校括弧内は、最寄りのバス停を示す。南海高野線三科の台駅南海高野線の三科の台駅が、最寄り駅で特急を除く。 全列車が停車する。また、日中を中心に、隣の三日市町駅を始発、終点とする路線バスも運行されている。三日の大駅前には、無料駐輪場やバスロータリーがある。国道371号から、大阪外環状線や国道309号を利用して、阪神高速松原線三宅出入り口や、阪和自動車道、三原北インターチェンジ。 三原南インターチェンジ、南半田道路はびきのインターチェンジなどが利用できる。ありがとうございます。